やばい、やばいです。緊急事態が発生しました。今さっき動画を撮ってたり草刈りしてたりしてるんですけど、その時にちょっとドアをバックドアを開けた時にダンパーがなんか壊れちゃったのかな。ダンパーっていうかビスのところがネジが壊れちゃって、ちょっと今どうしたらいいんだろう。こんなに開いちゃってるんですよ、扉が。やばい、どうしよう。私別にすっごい力をグーってやって開けたわけじゃないんですけど、力入れてなかったのに壊れちゃって、でダンパー自体は問題ないんですけど、このネジのところが取れちゃって、これは純正部品なのでどうしたらいいんだろう。ちょっとどうしたらいいんだろう。あれ、取れない。こんな感じで、あ、今ちょっと夏仕様でゴザ引いてるんですけど、この部分が壊れちゃって、これを取ったら、ここ分かるかな、欠けてるのが、あー、手が黒くなっちゃった。この部分なんですけど、ネジのところがもうなんか壊れとって、でその破片が車の方に残っちゃってるんですよ。この部品はもうダンパーの部品じゃなくて車の方の元からあったやつなんで、これ車屋さん行かんとやばいやつだ。車側はこんな感じで、もうここの部分がもう触っても全然取れらんくって、中に入っちゃってる部品が、どうしよう、これやばいな。なんかグラグラしてる。この部分なんですけど、これがちょっとグラグラする。なんか歯が抜けるときみたいにグラグラするってことは、これ緩んでるってことなのかな。でも先っちょが全然出てなくて、これ取れないな。とりあえず今日このまま閉めるっていうわけにはちょっと当たりそうでガタガタしそうで怖いので、とりあえず取っとこうと思います。前交換した時の自分の動画を見て見たからね、やり方はわかるけど、こうマイナスでこれでここの隙間に入れて、こうだ、よいしょ、取れた。どうやってやるんだったっけ、忘れたな。じゃあ慌てすぎて手袋するの忘れとったな。あー、いいや、ちょっと、うわ、なんかこれやばい予感するな。これ上に上げなきゃいけないのに、閉じて。無事に外れたことは外れたんですけど、これです。こんな感じに車の部品がこっちのダンパーに残っちゃってるようになってます。これも取らないといけないし、車の方もなんとかしなきゃいけないので、とりあえず車屋さんに相談です。どうしよう。ここでこの夏からちょこっと宣伝です。私がいつも愛用しているエコフローさんのポータブル電源なんですけど、ポータブル電源だけじゃなくて、そのエコフローさん自体がAmazon プライムデーでセールをしておられます。7月5日からセールをしています。うわ、なんかめっちゃ雷鳴ってるけどで、そのセール中は最大 25% オフで、購入ができるそうで、私の今動画見てくださってる視聴者さんはさらに、クーポンコードをご利用で5000円引きになります。さらに、先着50名様で限定でキャンプライト、こちらのキャンプライトもプレゼントだそうです。概要欄に詳しくリンクを貼っておきますので、そちらぜひ見てください。さよなら何その格好でいいのいいのいいの。後日、はい、鈴木自販島根に行ってまいりまして、私がどうしても何しても土下しても取れんかったボルトの破片の部分を取ってもらいました。やっぱりなんか自分でやった時に
もしかしたら他傷つけたりとか、なんか余計取れんくなってもいけんなと思ってやってもらって、無事に取ることができました。それで、新しい部品を注文させてもらって、で届いて、このボルトかな、これです。熱っ、これです。熱っ、あー、これを、再注文。熱っ、こちらのこの値段が、一つのこれで360円でした。で、取り付ける脱着の工賃が2000円と、あと部品代の360円プラス税だったんですけど、今回自分で取り付けますって言ったものなので、ちょっと割引いてくださいました。ありがとうございます。工賃をちょっと引いてもらって、工賃が脱着で2000円だったのが1500円かなになって、全部込み込みで2000円で外してもらって、部品も届いたっていう感じです。はい、無事に届いてよかったです。こんななんか可愛い特殊なネジなんですねで、ダンパーは純正のやつに一回ちょっと戻そうかなと思います。やっぱり前動画出した、前回阻止って動画出したダンパー使ってたんですけど、途中で止まるっていうのもすごく良かったんですけど、跳ね返りが強いのと開けるときにちょっと力がいるっていうので、多分今回それが壊れる原因にもなったのかなと思ったので、一回純正に戻して、もうちょっと開け閉めが楽なフリーストップのやつ確かあったと思うので、それがまた、それをちょっと検討しようかなと思います。とりあえずちょっと純正に戻します。で、このネジを取り付けるのに、コンビネーション電池かな、これは、これがいるんですけど、12番です。これでちょっとつけていこうと思います。かなりしっかりつけないと絶対いけないものなので、かなりしっかりつけようと思います。ちなみにこっちが純正のやつだ。で、こっちがつけちゃったやつです。おー、なんかカエルがめっちゃ鳴いてるわこの純正のやつに変えていきます。ちなみに、外れた壊れたやつがこっち側のやつです。こんなにね、ボキって真ん中ら辺で、真ん中以上か折れてる感じです。こんなネジ深かったんだなと思ってこれを取り付けていきます。よし、ほんならここの穴のところに、まずは手で入るけん入れていきます。よし、もうこんぐらいかなこっちもこの手になってる。で、あとはこれで締めていきます。OK だと思う。がっちりです。がっちり。はい、じゃあそれではここにダンパーをつけていこうと思います。せーのこれで OK です。簡単だね。こっち側も取り付けます。せーの、おい、 OK。 はい、じゃあ取り付けが完了しましたので、締めてみようと思います。お、今までよりちょっと重たい。うわー、ちょっと勝手に開くよ。すごい、これが普通なのに。すごい、今までこうちょっとずつ押しながら開けてたのに、これが勝手に開くんだね。でもそれが普通なのか。おお、すごい。でもこれ勝手に開くってことは、これ今まで私が押して開けてた分、後ろの建物とか近くに止めたらガンって勝手に当たるドアパンチが発生するってことだよね。
じゃそれをじゃあちゃんと気をつけないといけないってことですよね。わかりました。すごい。しばらく純正でいいか。はい、ということで今回部品が壊れちゃって無事にというか、まあ、純正のダンパーに変えることはできたんですけど、今まで使ってたあの途中で止まるやつのダンパーは結構こう力を入れつつ、これだったら離すだけで勝手に開くんですけど、それが人の力をちょっと加えないと開かないっていう仕様なので、あのなんかこうどうしても割れちゃうってことが発生してしまったんですけど、あのだからちょっと途中で止まるやつのちょっと力を加える系のダンパーを変えてる人は注意が必要かなと思いました。こういう風に割れちゃったらいけないので、本当にまああんまり力を入れないように、極力扉に負担をかけないように、あの開け閉めをするのが必要かなと思います。はい、いや今回そんなにでも力を入れたわけじゃないんですけど、なんかあのやっぱり力は少し入っちゃったってことですよね。なのでやっぱりなんだろうな、気をつけなきゃいけないので、皆さんも持ってられる方はちょっと注意してみてください。いろいろ部品代工賃もかかると思うので今回私のは取れたけんよかったけど、取れんくなってもいけんし、はい、ということで皆さんもお気をつけください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今年もよろしくお願いしますよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、ブログもやってますので、そちらもぜひ見てください。SNS とかサブチャンネルとかもやってるんですけど、それも概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、またね。髪が伸びた。伸びた。